ビーキンガー作戦は第二次世界大戦中のドイツ軍の作戦の一つ。その内容は、北海でイギリス漁船を打歩、または撃沈するというもので、駆逐艦6隻が参加し1940年2月22日に発動された。作戦中ドイツ空軍機による誤爆、またはイギリス軍により敷設された機雷で、駆逐艦2隻が沈み、作戦は中止された。 北海のドッカーバンクでは第二次世界大戦の開始後もイギリスの漁船が漁を行っていたがドイツはそれが漁船ではないのではないかと疑っていたそこでビーキンガー作戦が実行されることになった2月22日昼6隻の駆逐艦フリードリヒエッコルトリヒャルトバイチェンエイリヒケルナーテオドールリーデルマックスシュルツレーベレヒトマースが フリッツベルガー大佐に引きられて出撃した。作戦場所であるドッカーバンクへ向かうため、ヘルゴラント島南西を進み、19時に、自軍の機雷源中の水路へと入った。水路を航行中であった19時13分に一機の、総発機が発見された。19時21分に再度航空機が現れ、駆逐艦、リハルトバイチェン、エイリッヒケルナーがそれに対して発砲。 その航空機も右車した。遊軍機であるとの報告もあったが、ベルガー大佐は信用しなかった。19時43分、最後尾のレーベレヒトマースが機影を発見したと報告。続いて、レーベレヒトマースは被弾したと信号を発した。フリードリヒエッコルトがレーベレヒトマースに接近したが、外見上は特に異常は認められなかった。19時56分、 レーベレヒトマースが突然対空砲を発射しその直後にレーベレヒトマース艦上で爆発が起こった。レーベレヒトマースは二つに折れて沈没。救助活動が開始されたが20時4分に別のところで再び爆発が起こった。それに続いて潜水艦や雷石発見の報告があり艦隊は混乱した。マックスシュルツとは 連絡が取れず、エイリッヒケルナーが2つの残骸を発見したことで、マックス・シュルツも沈没したことが明白となった。ここに至って20時36分に撤退が命じられた。レーベレヒト・マースとマックス・シュルツの2隻が沈み、レーベレヒト・マースには330名が乗っていたが、救助されたのは60名であり、マックス・シュルツには308名が乗っていたが1人も救助されなかった。 この日、ドイツ空軍も、北海で作戦を実行していた。そして一機の HE111 爆撃機が一隻の船を発見し、爆撃を行って沈めたと報告していた。そのため、同志打ちの可能性が浮かび、それを知ったヒトラーが激怒して、調査委員会設置を命じた。問題の爆撃機は19時45分と19時58分頃の2度、爆撃を行っていたため、 調査委員会では、一度目の爆撃が、レーベレヒトマースに対して、二度目は、マックス・シュルツに対して行われたとされ、二隻ともその、爆撃が原因で沈没したと結論付けられた。また、ベルガー大佐は、空軍の作戦について知らされておらず、また海軍は空軍に駆逐艦の出撃を知らせて、いなかったことが、同志打ち発生の原因になったとされた。 作戦中に潜水艦や雷石が目撃されているが、実際にはその場にイギリス潜水艦は存在していなかった。また、2月9日から10日の夜にイギリス駆逐艦がベルガー大佐の部隊が通った水路に嫌いを付設していた。この時期、ドイツ軍の北海方面の総会能力は低く、作戦後に問題の水路で嫌いが発見されていることから、少なくとも、 マックス・シュルツは嫌いに触れて沈没した可能性が考えられる。ありがとうございます。